し、あなた。じゃあ、ダーリン、おいしい？じゃあ、なんて呼べばいいのよ。パパ？子供って、もう、恥ずかしいこと言わないでよ。もし夫婦になったら、コータはなんて呼んでほしいの？あ、さん付けとかは？コータさん、コーヒーが入りましたよ。コータさん、今日はありがとね。撮影、とっても楽しかったです。なのに敬語になってるよ。私が言ったことだけど、やっぱり私たちってさ、こういうの合ってないよね。そうだよね。あ、結婚ね。あれ？コータさんはアキさんと結婚したくないの？やっぱりコータは私と結婚したいんだね。小さい時は私を幸せにしてくれるって言ったくせに。なんだか私たちにはすっごく遠い話な気がする。だって恋人になったけど前とあんまり変わってないし。結婚の話が出てるっていうのにノリツッコミばっかりしてるし。もうスケベなんだから。他にどういう意味があるのよ。恋人になるとさ、もっと好きって気持ちが溢れて、コータのことしか考えられなくて、
自分を見失って暴走しちゃうくらい毎日興奮してるのかと思ってたよ。そうなんだけど、でももうちょっと気分も変わるのかなって思ってた。今だって十分楽しい。コータとこうやって二人でいるの幸せに思ってるよ。私も、そうかも。前は話す時だってドキドキなんてしなかったのに、今はよくドキドキするし、手とかもつなぐようになって、恥ずかしいけどすごく嬉しくて、あったかくて胸がキュッとなるの。そうね、そういうところで言えば私たちの関係も進展してるよね。私たち進展してるんだもんね、こんな風に。こうやってキスできるのも恋人になったからだもんね。二人きりだね。